レティムノ県は、ギリシャ共和国のクレタ地方を構成する、行政区の一つ。県とはレティムノ。レティムノ県は、クレタ島に4つあるペディフェリア系のティタの一つで、西から2番目にあたる。人口1000人以上の都市、集落には以下がある。最大の都市は、北岸の港湾都市レティムノ。北東部の内陸に位置する、あのギアがこれに次ぐ人口を持つ。 主要な集落は北部に集まっており、南岸では南東部の港町あやがりにが最大の集落である。レティムの県の主な収入源は観光である。しかし、農村部では農業や牧畜も経済の基盤となっている。また、県内のアノギアは EU の中で最も肥沃な土地であることが報告されている。レティムの県、レティムの県は以下の自治体から構成される。 人口は2001年国勢調査時点。レティムの県の旧自治体カリクラティス改革以前の広域自治体としてのレティムの県は以下の基礎自治体から構成されていた。オフしたものはキノティタであった。改革後、旧自治体は新自治体を構成する行政区となっている。県には以下の軍があったが、2006年以降法的な位置づけは行われていない。ありがとうございます。